どうもこんにちは、しのです。今日は何を開けるの？何を開けるんだろうか、わからないわね。からない。じゃあニャーはこれを準備しました。じゃん。わお これは、開けちゃうの？開けていいの？どうする？開けたかったよね。開けてみようか。開けていきます。もうショックな顔するのやめいや、て。ごめん。わお、パーフェクト。メッセージ出た？出た、ちょっと待って。おい、おや、おやおや、気づいたら下の方取れてないし、なんでやねん。シークレットメッセージ、見たことあるのかないのか自分でもよくわからないわ。片付けボックスとウサギ、まあ、いい、開けていきます。何、沈黙で開けるだけ？これ紹介した？なんか見たことあるようなないような感じのメッシュパン、メッシー散らかってるパン。なんか見たことあるような気がするね。手伝いましょうか。はい。これはステッカーっていうサプライズシール。見たことありますね。じゃあペン開けていきます。ちょっと待って、こんなの出てきた。忘れてた。こんなの出てきました。取扱説明書、キラキラがついてる。マジカルミラー。マジカルミラーっていうんだ。これで撮るとキラキラして見えるの。そう、実はこれ一体あれだけど死ぬほど持ってます。死にはしない。だけど、たくさん持ってます。キモ、これはハーマジェスティ。ハーマジェスティ、なぜすぐ言う。ごめん。これがコレクションシート、いっぱい入ってる。こちらのハーマジェスティなのか、これは。触ってもいい？いいよ。なんだろう、すごくちっちゃい。なんだろう。あ、わかりました。ハーマジェスティちゃんだね。多分この子映らない。ハーマジェスティちゃん、ちょいレア。ちょいレア、そうなの？ファンシーだからちょいレアですね。こんな感じのものが入っていました。これをこれを開けていこうかな。やっぱ黒にしよう。じゃあこれから開けるの？開ける。開けよう。よいしょ、べえ飛んでったスタンドと、チェーン。
これはここにつけるのかな。こんな感じで、今までちょっと気づかなかったんですけど、これヘアピン、ヘアピンになってました。全然気づかなかった。ドールスタンドを立てるところがもう中と、あと蓋にもあるね、じゃあこれ、よし、ティ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 開かない。開かない。切りますよ。はい。どこ？ここ。はい。あ、かわいい。あ、かわいい。見えない。あ。近くで見せて。こんな感じの靴が入ってました。スケルトンだ。うん、無言なんて言ったらいいか分かんないんだもん。切ります。まだ服が出てないの。あれあれ、そういえば服ないね。気づいたら上に一個ひっついてた。ほら、ここ。うん、よかった。待って、多分スプレー缶のところで。ここ。この中はチェアになってるよ。はい。後ろに台座があって。これを組み合わせるとチェアができます。はい、うんうん、ここに置けるのかな。あ、ぴったりすぎる。じゃあこれ置けていきます。うわ、どうしよう、ぴったりすぎ、ぴっ、ごめんなさい。ぴぃ開かない、ハサミ。あ、切りますよ。よく切れるハサミ。嫌な感じがする。なんか変なではないよね。はい、こんな感じの子ありました。ニャンが嫌な予感って言ってたのどこかな。ん、だってうちにハマジェスティちゃんもいる。あ、かわいいリボン。うん、ドレープも。ニャンが不安とか言ってたのどこなの。これ見ても気づいちゃった感じよ。こんな感じの子が出ました。ティアラ映ってない。ティアラが前のと違う。いや、前のと一緒だよ。一緒。うん、でも自分もそう思った。なんか前のより巨大化してるような気がと思ったよ。で、最後の袋なんだろう。これめっちゃ薄っぺらい。開けれた。うん、だろう。あー、これあれ、あれか、タスキ、タスキ、
たすきがけっていうんだっけ、うん、こんな感じかな。うん、そうだね。ちょっと並べておきたいにゃん。ね、何をしている？あ、いや、から開けてきますって言うと思うんだけど、なんかやってるからここの奥まで待ってるってこと。はい、すみません。拡大したらどう？はい、次は殻を開けていきます。こっちからにしようかな。これ人魚みたいだね。よいしょ、せーの。あ、くしゴールド。うん、ここプニプニなんだよ。こんな感じの櫛が出ました。ゴールドだね。ゴールドだね。この靴かわいい。こっち、こっち、こっち。わぁ、これも飛べ。どこ行った？あった。このタイと一緒だね。うん、ほい。ボトル、ボトルもかわいい。うん、いいね、統一されてて。金と赤と白にドット？ドットじゃない、ハートかトゲ、それか何かの足跡みたいなの。うん、確かに。それか仮面。うん、かわいい。めっちゃプニプニ。なんかグルムグリッターのよりプニプニしてるような気がするの。気のせい？触っていい？いいよ。すごい柔らかいね。うん。ハーマジェスティアイ。新しくなるにつれてどんどん柔らかくなっていく。この靴は後ろにスリットが入ってるから履かせやすいんだよ。うん、そうだ、私結構気づいたことあるんだけど、だ前、開けて出た時もかぶ同じ子なんだけど、その子の靴ってこんなスケルトンだったっていう。つまらない。どうする？開けてて。はい。どうする体から、うん、すぐ取れた。あ、その靴下の色のせいじゃない？うん、はい、出てきました。変な状態のハーマジェスティちゃん。ジャスティちゃん、ちなみにこの子はハーマジェスティちゃんです。かぶってます。かぶってますね。あ、じゃあスケルトンだよ。かわいいね。この子は髪の毛カチカチにされていなくって、ふわふわというかサラサラ。ちょっと撮ってみようか。キーちゃんが三つ編みしてくれたんだよ。はい。僕は団子にしたいんだよ。なぜ？団子かわいいよね。ほら、キュルッとまとまってかわいいじゃん。パピー、うん、黒髪の子か。真っ暗だね。うん、私気づいたら着せれない。ままでなぜだ、なぜだ。
忘れた。ちょっと明かりしますよ。事故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 が起こった時は映せません。事故事故事故。髪の毛トキトキしていい？うん。トキトキ。もう少し近くで。あ、待って。ごめん。くっつけてた。待って、失礼。めっちゃハーマジェスティちゃんの髪の毛しか映ってないよ。髪の毛すごく長いんだもん。それを伝わるかなと思って。出させてるととってもうつむき加減なんだよ。憂鬱なんだよ。そんな顔をしているんだよ。誰が？いや、みんな。なんかちっちゃいからさ、高さが3インチなんだって。3インチというと 2.5×3。 センチ。これどうやってつけるんだ？うん、うい、くしゅくしゅかす。全然映ってないよ。本当？さっきのは激しいの全然映ってなかったよ。ほんと？うん。ピッ。ピッ。あ、カール掛かってんだ。ちょっと待って。元の毛はどうなってるの？くるくる？うん。この子髪カチカチに固まってないね。他の子全部固まってるのに。もともと柔らかい。だってヘアゴルスも。いや、ヘアゴールズでもウップスベイビーちゃんだったっけな。ウップスベイビーちゃんカチカチだったじゃん。うん。これを切り離して服にすることもできるんだよね。うん。人形ごっこもできる。そうだ、ちょっとお団子やろうかな。簡単なお団子。こんな感じで、フックにしちゃった。んにゃん、ゴム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 ぐちゃぐちゃ。ウェッ、になんかすごくついてる。結構絡まってたからね。くるくるっとしただけ？うん。じゃあふんわりのお団子だね。ほんとはピンで止めるのが一番いいんだけどね。このサロンチェアに座らせて、ほい。見えない見えない。双子ちゃん、双子なのに顔が見えない。ああ、顔が似てる。めっちゃ似てるっていうか一緒。こんな感じだね。うん、まともには。なんかだいぶ時間的にアウトになってきてない？こうか、首だけクキッとしてボトルを刺して、はい、リラックス。そして、はい、ティアラ。はい、ティアラ。なんか近すぎん？近すぎん。それでいい？遠すぎん？いや、いいよ。でもさ、後ろのこれがぼやけて見えてない？じゃあなくそう。トイ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 。ちなみにこっちのドールスタンドに立てると、よいしょ、
ない。よいしょ。かかとから入れてごらん。立った。立った。うん、なんか寂しい動画になっている。ここに立たせたら。めっちゃ見えてないよ。光ですかね。こんな感じになります。よし。光の加減ですか。ふい。ふい。おお、僕が映っちゃったよ。かわいいね。キーちゃんのお団子、すごい突出してる。うん、本当はピックペンで止める方が一番いいって言ったでしょ。うん。明るくならないかな。ピン。なった。アイライナーがゴールド。可愛い双子ちゃんが来たね。うん。これからもよろしくね。これからもよろしくね。じゃあ、バイバイ。